おはようございます。ティガット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。すげーなんか変わってる様なんですけど、なんか底辺 YouTuber がやるようなね、この直撮り普段ね、まあキャプチャーを用いて撮ってるんですけども、今回ね、なんでこんな直撮りをしてるかと言いますと、こちら、ちょ待ってね、カメラ様子ね、こちらね、ついに我が家に天空の剣コントローラーが来ました。これね、名古屋のね、まあ結構有名なねゲームショップで買ったんですけど、まあ最悪インテリアに使えるからいいやと思って買ったんですよ。ちょっと確認させてもらって動作がしたんで、ちょっと今回はこのコントローラーを使って実況を撮りたいと思います。急に貧相な録画環境みたいになってるな。いやもうこれがね、もうてかでかい、これ大きいね、こうしてみるとね、すごいでかい。なんだなんだ、グレートーラさんと出やがってよ、獣チーム。いいね、かわいいじゃん。もう早速開けるものやっていきましょう。で、装備メタルキングの盾は思いっきり刺さっておりません魔王攻略するんだったらメタルキングの盾ほどいらない装備がないぞ何、俺が今から退陣すんの行くぞ、このランキスコキスコキスコ行くぞ、キスコな。もうこのね、実況の今日コントローラーやるっていう時にね、出てくるキスコとコトラ来たな。親来たらテンション下がるからね、気をつけてね。よっしゃ、さあまあでもね、1回戦とか2回戦はもうパパッと突破できると思います。で、一応ダイレクトスピーは使えるんで、だから十字キーの上を押すとほいっと攻撃が使えますんで、まあ登録をしてあったら攻撃が使えるからね、行くぜー。さ、行くか。このボタンを押していこう。さあ、どっちもいいよ。OK。ファイナルブロー。この青ボタンね。行くよ。で、これそう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 。これこれ。これでね、勇気貯める。本当にこれで勇気貯めるからね。で、これでつばせれするからね。いや、これはね、びっくりするわ。たまにね、こうやって見て、カスタムじゃん。はい、グレートース濃厚よ。これグッて回さないといけないからな。来た、キスコ、行くぞ、バカグレートース、そいつに行ったらか慣れねえ慣れねえなー。さあ、ブレスキャノンを。オッケー、これカンって押してからグッて回すのね。やっぱりこれだよ、このアクションがいいんだよなもう心の動きなく楽しんでる図だね。まあ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 がまあまあがパパンパンって選んでいくスタイルね、この。いやもうこれが全然違う。甘かけるか、甘かけるか、甘かけるか、甘かける、よいしょまあ比較的勇気ためるのは別にね、猶予あるんでね、焦らずともゆっくり回してきゃ大丈夫だね。はい、よいしょね、勇気ためるのは比較的余裕あるから大丈夫大丈夫。そんなにね、シビアな動作は要求されてないんで。ブレスキャノーン、はい、オッケー、いいねー、イエーイ何これ、底辺なの？俺底辺の動作してるぞ。さてさて、まあまあまあ、このあたりもね、別に苦労することはないでしょ。いつもね、修羅のような戦いをくぐり抜けてきてるんでね、チームも選べるし、ボタンも押せるし普段目隠ししてるんだからね普段目隠しても僕にはね、もう何も怖いもんはないです。いくぜ、アームかけるか、アームかける、アームかけるか、アームかけるか、いいねいいね。一番遠いのが鬼面同士か、なるほどね。ギズモ行っちゃダメだわな。まあまあ、よく当てた方だわ。お、デイン、でも、髪より弱いの誰がいんの？鬼面同士が確か弱かったっけ？ポトラン？はい、オッケー。まあ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 、ギズモに打たれなきゃマシやろ。出た、キスコ。いけ！あーすく、いくぜ！うお強いな、キスコ。それでこそキスコだわ。強いわ、やっぱ。まあ大丈夫でしょ。毒？あー、毒にもなんない。出たよ、グダグダ撒き散らしやがったよ。わお、コトランかよまあまあ、しゃあないか。
ここで混乱するのは仕方ない。ギズマお前はね、攻撃型やねんな。敵の場合は。まあまあまあ、まあまあが、まあまあが、まあまあが。まあもうさすがにこれでいけないことはないでしょ。いけないってことはないでしょ。ここでな。ドルマ打たないね、君。勇者にいるのにドルマ打たなかったかい？あ、大丈夫これ。キスコキスコちゃん、どうした？嘘。はい。よいしょ。これ思ったより回さないといけないんだね。結構グッて回さないといけない。終わるか？オッケーよーし。いいね。イエーイ。いいね。慣れないけどな。なんか別のコントローラーとして使うのよね。ちょうどいいわ。悪の化身、竜王来るか。ここで竜王来るか。あ、なんかな、お前懐かしいな。何？コントローラーが初心者だから来たのお前。だから3ターン目ぐらいにちょうどいい塩梅に倒したいな。だからこのターン普通にやって勇気貯めて、で、あのとどめ時期打って、で向こうの攻撃勝って最後にとどめ、それでいこうか。いくぜ山かける、竜の剣技。オッケー。ここでね、とどめ圏内までやっちゃうのは怖いから、ちょっと勇気貯めたいね。アモできる？オッケー。まあ、倒しきらなければいいからね。まあ、とどめは結構、とどめを打つだけなら、調整できるから、まあまあ、ここのはずではまあいいでしょ、キスコ。いいよ、ここのはずならまあいいよ。許すよ。許せる許せる。別に許していいわ。はい、ブレスキャノンを。まあ、しゃあないね。これデインで、本当はデインだからね、打ちたいのは。お、やめるぞ。なんだ、世界の半分は？はあ、世界の半分をやろう。コドラン？やたらコドランが今回混乱はするな。お！来た！次のカード、ZR ボタン。ZR ボタンが存在しないんですよ。なので、これでカチカチ選んで、しょうもないな。行くぜ！やっぱこうだよね。こう。やっぱこうだよね。調整をしたいね。さあ、ちょ、プラスボタンで選んでみっか。ベギラマン、まあ、ここの辺りでやられないから、光の玉使います。次。このプラスボタンで選んでカチャカチャカチャってします。カチャカチャカチャってしないとダメなのか。あ、ナイス！プラスボタン、ピッピッ、ポチ。1、2、3、4、5、違う。これさあ、光る玉で勇気貯めつつ、次の試合に繋げるでしょ、こう。さすがにこんなに負けはないでしょ。さすがにね。まあ、ここで混乱するのは仕方ない。キスコと主人公でいけるだろ、さすがに。いけないのはないよ、さすがに。あー、どうだろう。めちゃめちゃ引くの抑えればよかったよ、お前。よっしゃ！しかも勇気出した。いいね。オッケーオッケー。いいねー。さあ、問題はこの後に控える新魔王ですよ。ちょっと怖いですね。やっぱちょっと怖いなー。いやー、うまいっすよー。嘘だろ、嘘だろ。いや、レベルは急に上がりすぎ。嘘。え、しかもちょっと待って、これってやばおい、嘘だろ、赤目じゃねえか。やばいやばいやばい、それはやばいって、マジでやばい。気持ちよく勝たせてくれ。やるしかねえな。プラス1、2、3、1、2、3、4、5。さあ、風マンでとりあえず1ターン目防ぐけど、いやー、これどうなんですかね。いや、きつい。厳しすぎでしょ。いや、でもワンチャンあるかも。ワンチャン比較的。ブレスキャノン、オッケー。コードラン頼む。コードランキスコ輝くぞ、これ。かなり。ブレスキャノン効くよ。200。250。オッケー。そう。耐性もし、あの、耐性がないからね。ブレスなら。ブレスとか、キスコのアイスクラッシュ、かなり通るよ。
比較的ガチのパーティーやからいけると思うな。行こう行こう、大丈夫、勝てるよ。勝てる試合ではある、パッと見。ただダメージが足りてないかもね。うわ出た、そういうことをし始めるでしょ。大丈夫、いけるいける、大丈夫大丈夫大丈夫だ。落ち着け落ち着け、落ち着いていけ、大丈夫だ大丈夫だ、いける。いやーどうなんですかねこれね。いやー怖いなー。でキスコがね、アイスクラッシュがいい感じにさ、なるほどねなるほどねキスコなるほどねアイスクラッシュの話したのにアイスクラッシュの話したらお前それかい。まあいいでしょう、キスコのアイスクラッシュでガンガン削っていこう。ダメージは取れてると思う、比較的ダメージは取れる。さあ行くぞみんな。はい、 OK、 大丈夫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 、しっかり当てれば大丈夫。ただ削りきれねえぞこれ。勇気気をつけて次のターンつばぜり合いした方がいいね。どっちにしろつばぜり合いしないとダメだわこれ。ためとこためとこ。魔人の方向か、これで誰か止まるとちょっと、主人公止まるときついね。コドランか、でも次のターン溜まるよね向こう。だからダメージ今のままじゃ足んないから、つばぜりしないとダメだね。さあキスコ行くぞうわやるしかないでしょ。これどうしようかな。いや緑で行くか、トントントン、こうやってやる、行きます。うわくそー、なるほどね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 、うん、まだまだ勝機あるよ、まだねチャンスの順番あるんで大丈夫です。僕が緑やった理由って次のターンに貯めればいいんですよ。次のターンに貯めればいい、次のターンに貯めることができればまだまだ持っていけるからね。キズコ頼む、当てろ。 OK、 大丈夫大丈夫だ、焦るな。このターンにね、いてつかどうかるとまずいんだよな。いやーどうなんですかね、いくぞー。あとちょっとダメージ足んないぞこれ、若干ダメージ足りてねえぞ。ダメージ足りてんのこれ。会心出せ、やばい、ダメージが足りてない、ダメージ足りてねえぞこれ。会心出すしかなくなった、やこれダメだ、どっちにしろ負けだわ。待ってこれどっちにしろ負けだぞ多分。ここで避けて、避けない、さよならこれダメです残念ながらこれダメっす会心が一回でも来れば違ったのに。いやー会心来るしかなかったよ。まあ最後のガキだ、こうするって多分ダメージ足りてない、とどめの時期にダメージ足りてないんでどうにしろ負けなんですよね。いやでもせめてここに勝つ、ここに勝つ、せめてここに勝つしかねえな。行きましょう、はいはいとは言ったもののさこれまずこちらのマシンダークドリアムよ、まずこっちのダークドリアムねそれをしたところでやで、いやーギガデインによかった。でうわあああ、なんでよ、なんでじゃい、それは卑怯だって。
いやギガデンでよかったか。ダブルキャストこいつら耐えれてたもんね。ごめん。はい、というわけで今回はこのアーケードコンター使って撮りました。正直多分ねこれ絶対見づらいなと思ってるもん僕。というわけでね、このコントローラーまたどっかのライブとかで使うかもしれません。というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。